皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。栄養士ダイエットコーチの吉田理恵です。本日も私の YouTube ご覧いただき誠にありがとうございます。はい、今日のテーマはじゃじゃん、マイバスケットで購入したおやつをご紹介します。まあ、このマイバスケットというのはイオングループのね、小さなこうスーパーなんですよ。私ね、福島県いわき市出身なんですけど、福島にはね、なかったような気がするんです。東京に来てね、なんかあれマイバスケットっていうのあるんだっていうのをね、知ったので、もしかしたらちょっと地方にはないのかもしれないんですけど、でも安心してください。大きいイオンに行けば多分あると思いますね。なので、なんだ、マイバスケットないからもう行けないふって思わないでね、ぜひイオンに行ってみてくださいね。ということで、では早速ご紹介します。一つ目、私がこよなく愛するポテトチップスです。これ固めに揚げたポテトチップス。これね、塩だけで味付けしてあるんですね。一般的なポテトチップスっていろいろ添加物が入っているんですけど、これ分かりますかね、見えますかね、添加物酸化防止剤だけなんですよ。で、材料もね、バレーション、ね、油、食塩、酸化防止剤だけなんですね。で、嬉しいのが、見て、一袋なんとエネルギーが267キロカロリーだけ。本当に嬉しいですよね。なんかね、ポテチってカロリー高いからって思ってるあなた、大丈夫、これだったら太りにくいですよ。一般的なポテトチップスってやっぱり300キロカロリーオーバーあるかなと思うので、これだったら罪悪感なく食べれますよね。ってことで、では2つ目いってみましょうか。じゃじゃん、こちらオーガニックプルーンです。このグリーンアイっていうのは確かね、こう有機のものだったかなと思うんですけど、まあこうね、なんでプルーンなんだっていうと、おすすめの食べ方があるんですよ。プルーンにクリームチーズを乗せて、またプルーンで挟むんですよ。まあサンドイッチみたいな、するととっても美味しいんです。ぜひぜひお試しください。で、またね、このプルーンってね、鉄分がね、豊富に含まれております。こうヨーグルトにちょっと入れるとか、紅茶に入れてね、こうちょっと食べてもすごい美味しいので、ぜひぜひお試しくださいね。ということで、では次行ってみましょうか。またかよ、ポテトチップスじゃない、今度はレンコンチップスです。これね、1袋 30g あたり154キロカロリーなんですよ。嬉しくないですか。うん、こちら添加物不備です。原材料名がレンコン、食塩、3つだけなんですね。なんで添加物が気になるっていうあなた、ぜひぜひお試しくださいね。ね、ほんとこれいいわ。154キロカロリーしかないですもん、一袋。一袋食べても全然罪悪感なしですよね。ぜひお試しください。はい、じゃあ最後いきます。最後はね、こう女性が大好きですね。夏。これ何がいいかって。ね、はい、食塩、油が不使用ですよ。まあ、塩分で美味しいんですけどね。やっぱ筋、取りすぎてしまうってことあるんじゃないかなと思います。まあ、塩分取りすぎますとね、むくみやすくなります。要はむくみやすくなると体重がね、落ちにくくなるんですよ。なので、まあ、おやつの時とかはね、まあ、ちょっとね、塩分のないナッツを食べられてはいかがでしょうかということで、ご紹介しました。まあ、私ね、ご紹介してね、あれなんですけど、私は実はナッツはあまり食べていません。なぜならば、まあ、私多分合わないんでしょうね。なんか食べると吹き出物が出やすくなってしまうんですよね。なのでちょっと控えてますけど、まあ、でもこうサラダにちょっとトッピングしたりとか、かぼちゃとマヨネーズでポテトサラダじゃない、ごめんなさいね、かぼちゃサラダ作った時にこうナッツ入れて食べるなんてことは時々しています、ね、なのでダイエット中の方でね、ナッツが食べたいっていう方はぜひぜひこちらお試しくださいね。ということで、私はこのマイバスケットっていう小さなね、スーパーで購入したんですけれどもね、そのイオンに行くと、このグリーンアイのブランドでチョコレートとか結構あるんですよ。オーガニックチョコレートかな、うん、とかクッキーとか結構あったので、近くにね、イオンがある方はね、ぜひぜひ足を運んでみてくださいね。そしていろいろお菓子をチェックしてみてください。まあ、おやつってね、ここの心のね、こう栄養にもなるので、その我慢せずね、毎日食べても大丈夫ですよ。食べ過ぎるから太るんですよね。で、おやつちょっと食べても体重が増えるってことはあまりないかなとは思います。まあ、3食バランスよく食べて、まあ、だいたいおやつも200から250キロカロリーぐらいいないでしたら、体重ってね、本当そんな増えないです。結構うちのお客さんとか私とか全然落ちてるので、ぜひぜひおやつも楽しんでくださいね。じゃあね。